もうちょっとですね、彼女は。一気にいっちゃおうか。もう結構強いや。この力は皆様のために。国大成功でランプが100になりましたね。専用武器ゲットです、ランプ。ランプはゲットできるんだな。修行です。ということで、錬金術とは金属を精錬する魔法の科学であるが、一部の流派では魂や人体をより完全なものに昇華するための研究も行われている。なるほど。ん？何か音がしたが。大丈夫です。ちょっと難しくて頭がパンクしただけで。だけ？あ、そうか。あ、いや、大丈夫なのか。まだ序の口なのだが。よし、今日はこれで終わりにしよう。あ、終わった。終わった。言葉にね。ありがとうございました。待て、ランプ。どこへ行くつもりだ？図書館です。なんで？図書館で聖典を読む気だろう。そうはさせない。来い。専用の部屋を用意している。なんですか、この部屋。モビア。こんな部屋が神殿にあったんですね。ここは修行者用の部屋だ。書物や武器など、修行に必要なものが一通り揃っている。うん、当然、修行の妨げとなる聖典はない。食事もつくぞ。一日に必要な栄養をバランスよく摂取できるよう考慮された特別メニューだ。摂取？お菓子って何？ お菓子はない。あ、もしかしてここ拷問部屋ですか？拷問部屋。秀でたもののみ使うことができる修行部屋だ。本来お前のような成績下位の者に貸すことはないのだぞ。では、明日の朝までしっかりここで勉強しておくように。落第。落第消し。はあ。終わった。せっかくなので、魔法学や錬金術の本でも読みますか。聞いてたし。はあ。誰も心惹かれないな。晴天、晴天。今私夢でした。うっかり晴天を探していた。ダメ、晴天のことは考えないようにしないと。そういえばもう丸一日晴天を読んでいないような。あれ、おかしいな。そう考えたら体が震えてきた。止まらない。今日はもう寝ましょう。それしかありません。晴天が浮かんできた。ダメだ。そんなのあるんか。不安でさらに震えてきた。かゆい。あれ、体がかゆい。かゆい。つらい。もうやめたい。苦行？ダメダメ、ここで諦めては。キララさんのために頑張らないと。不安による震えや不眠、体のかゆみ。ストレスでそうなるんだ。ストレスによるものか。早くも聖典を読めないことによる禁断症状が出始めたか。
よし、調合はうまくいったな。だが油断するな。じっくり魔力を集中させて一気に錬成するんだ。失敗か。だが気を落とすな。今日の授業はここまでにしよう。しかし夢をつかめばまた夢が現れ、そう、世界も晴天も無限に続くのです。ランプ、どうかしたのか。ありがとうございました。怖い。はあ、今日も頑張りました。あれ、今誰かノックしたかな。はーい、どうぞ。ああ、クリエメイトの皆様、どうしたんですか。え、私を応援に。応援だけ。ありがとうございます。感無量です。お菓子をご用意してくださったのですか。あ、コーヒーまで。ありがたくいただきます。え、ゲームや漫画も。あ、心が潤います。夢かもしれん。あ、ダンスもしてくださるのですか。あ、私も試合がしたいです。これ本当世界なのか。楽しすぎて夢みたいです。幸せすぎて死んでしまいます。死んでるんじゃない、死の世界なんじゃないの。怖っ。とうとう幻覚が見えるようになったか。頑張れ、今が一番辛い時だ。ここを乗り越えればきっと、うん、さて、今日の修行は錬金術によるより完全な人体の形成ですね。いわゆる肉体の強化です。ああ、そうだ。この延長に不老不死があるのではと言われている。激しい戦闘において欠かせない能力です。いえ、世界の安寧のためにも必須と言えましょう。それを体得することは最もプライオリティの高いマストなタスクです。え、誰だ。おお、ランプか。あまりの変化に一瞬わからなかった。晴天の禁断症状を克服したということだろうか。どれ、試してみるか。ところでだ、今日は軽く晴天学もやってみないか。やはり時には息抜きも必要だ。全然楽しそう。先生、ふざけているのですか。え、何これ。私はそんなものではなく、アルケミーを学びに来たのです。これは別の動画にしよう。晴天なんて今は必要ありません。怖い。私は必要ないものには興味がありません。今の先生のサジェストにはアグリしかれます。そうか。おかしい、様子がおかしすぎる。マジかよ。専用武器を3回進化すると次が見れるってことですね。